トゥースハロー YouTube! ロをポカルスウェット冷蔵庫に入れるのを忘れました。ほいでは、あのー、退院、無事、退院しまして、二日目の夜です。二日目の夜となりました。えー、お風呂も入って、ご飯も食べて、お腹いっぱい、胸いっぱい、便も出ました。 便はね、ああ、いい色してたな。いい色してましたわ。はい、血便もなしで。夕方ね、お腹がぐーっとなったんですけどもね、あの、お、もしかしたらこの痛みや、と思いましたけれども。まあ、あのー、プリプリっと出ました。プリプリっと。はい。<laughs> そんな感じで。えっ、ー、と、じゃあ本日から、トラックに関しての、うんちく。 うんちく動画いろいろあげていきたいと思います。で、本日はね、土曜日です。で、土曜日で、まあ私、まあ今日まで休みです。まあ今日というか明日もですね、日曜日休みなんですが、まあ月曜日の夜勤から、また、元の仕事へと、えー、広島、広島便復帰です。で、月曜日から新車ですね。 今日ね、会社に行って、あの、車の、車をね、見ようかと思いましたけれども、ちょっと見れませんでした。明日時間があれば見に行こうかなと思っております。で、私のね、私物もおそらくね、新車の方に映っていると思うので、まあ、ちょっとその確認というかね、ヘルメットなり、あの、いろいろあの、なんて言いますか、小道具がありますので、それがちゃんと乗ってるかどうか、 を確認しに行こうかなと思っております。でないとね、いざ、いざ夜勤でね、乗っていこうと思った時のに、ああ、入門書がないわ、これがないわ、あれがないわ、だな。あのー、困りますので、はい、そういったとこです。まあ、前置きはそこら辺にして、あのー、今日はですね、転職。トラックドライバー、まあ、まあそうですね。まあトラックドライバーが、ま、あのー、 今の会社を辞めて、また別の運送会社へ行くという人や、まあ一般サラリーマンをしてて、で、トラック会社へ転職しようという方へ参考になればと思います。で数々のね、トラック YouTuber の方がね、あのー、本当ね、転職のことについて、いろんな方がね、おっしゃってます。いろんな方がね、あの発信していると。 思うんですけれどもね。まあ、私も、その動画を、あの、見ていて、納得する部分もあります。納得する部分もあります。ですがね、はっきりとね、はっきりとね、ちょっと、よくわかんないとこもね、あるんですよね。で、給料面だとか、仕事面だとか、給料はね、あの、長距離って手取り、うん、例えばですよ、長距離に出て30万とか、 40万とか。そう言ってもですね、もうちょっとね、長距離に行くんであれば、じゃあ、もうちょっと噛み砕いて言えばいいのになと思っております。で、まあ、例えば、まあ、その人があの大阪の人だったり、東京の人だったり、ね、九州の人だったりにしても相場が違うわけじゃないですか。で、私は今現在、まあ私、山口に住んでいるんですけれども、私の方、 私が住んでいるところの相場をね、私の、まあ、山内県からしましょうかね、山内県に住んでいて、その相場、私が思う相場、私は山内県の防府市というところに住んでいるんですが、私が思う相場はですね、あの、大阪、大阪、例えばですよ、大阪月、まあ、参考会として月に8回、 8回行ったとしたら、8回行ったとしたらですよ、手取りの30。手取りの30あれば、それが相場相場かなと思います。手取りですよ、手取りの30。水揚げはね、いろいろあると思います。で、あのー、独身だったり、既婚者だったり、家族がたくさんいて、なんかいろいろあるじゃないですか。で、まあ、手取りもなかなか違うじゃないですか。その中でね あのまあ私が思う相場、ね、山口県のど真ん中にいて大阪大阪大阪もピンから切霧までありますけれどもまあ堺の方だったり、うん、関西国際空港だったり東大阪だったりずっと手前の西区だったり淀,淀川の方だったり淀川の辺だったら近いですよね結構。 でそんな感じでもあの、なんと言いますか、まあ、大阪でも西から東まですごく長いというか、和歌山に近い大阪もありますし、でそんな中で、まあ、大阪全般、まあ、多分ね、大阪行っても京都行ってもね、あの、普通の会社であれば、多分ね、手当ての方は一緒と思います。関西地区で。 で、なのでね、まあ、それらを含めて大阪、大阪関西地区とします。はい。で、関西地区に行って、で、まあ、山口から大阪に、月8公開。月8公開で、まあ、手取り30と。それが相場だと思います。そんな感じと思います。はい。もっといいよという会社もあるかもしれませんけれども、まあ、それは、それでね、 そんなにね、あのー、そんなにね、差がないと思います。まあ、ただしね、山本県でも岩国,岩国と下関がまたあの端と端なので、またあの給料の相場は違うと思いますが、まあ、あくまでも私、串が住む町の,、まああの運送会社の相場のことを言っております。で、そうですね、それで、 手取りが30とであと関東方面ですよね。でまあそれに例えば大阪、えー、そうですね大阪大阪の方5公会で関東地方関東地方を2回で月7回ですよね。それで手取りが30こかなと思っております。 はい、まああくまでも手取りですよ。まあそう水揚げでいってもいいと思うんですけれども。であ,あまあそれが相場かなと思っております。はい、でですねああのー、まあ、これはあくまでもあくまでもですよあくまでも参考程度参考程度に聞いてください。で 転職をね、考えるときに、まず第一、一番大事なのは、一番大事なのはですよ。あなたが、あなたが一体いくら欲しいのか。あなたの生活水準で給料というのは考えた方がいいです。あなたが一体いくら欲しいのか。例えばですよ。月20万手取りがあれば生活できるよと。 言うんであれば言うんであればそのねあの手取り20万ベースのところを探せばいいんですよ。で、まあ、もうちょっと頑張って、まあ、あの20万二十万あれば生活できるんだけれども、まあ、手取り25万だったらもっと裕福な生活ができるなと言うんであればその25万のところを選べばいいということです。 はい、で、例えばですよ、あのー、総水揚げ、総支給額は30万としましょう。総支給額は30万として、そうしたらねあの、独身でね、6万、6万、7万ぐらいはね、引かれるんですよ。厚生年金も高いし、えーっとあのー、所得税もね、試験未税もね、あのー、独身はね、高いです。既婚者よりはね、すごく、 高いですなのでねあのー、結構ね引けもんがあるのでまあそれらもね考えた方がよろしいですはいそれらを考えてその総支給額で考えていいいった方がよろしいかなと思いますあくまでもあなたが月いくらあればまずまずの生活ができるのかとゆとりがある生活ができるのかと いうところをね、しっかりと考えていった方がよろしいかと思います。はい。で、で2番目にですね。2番目に、その、今度は休みですよ。休みは、どのぐらいの頻度であるのか、休みがあるのかないのか。で、自分が病気になった時、なんか用事がある時に遠慮せずに、遠慮せずに、休めるかどうか。 でですすよねねそこも、ね、大事ですいやなかなかね1週間前に行ってもらうと困るみたいな感じだったらねあのなかなかねなかなか困ると思います。でそうですねうんあの日曜日,に日曜日に出たりとか土曜日に出たりだとかあの日曜日に帰ったりだとか日曜日に 日曜日に,に長距離から帰ってくるともう月曜日出ていかなあかんじゃないですかそうしたら休みないですよねそういった感じもね十分考えた方がよろしいかと思いますで同様まあ普通はですね今世の中土日が休みになってるじゃないですかで今までねばれば長距離とかやってて土曜日日曜日関係ないよという方は、まあ、そんなに休みにこだわらない 人はいいかもしれませんけれども、やっぱりね、週末、私の考える週末はね、やっぱね、土曜日とか日曜日休めた方が家族としっかりとコミュニケーションが取れると思います。で、独身時代は良かったかもしれないけれども、ゆくゆくね、家族ができて、子供たちができる時にはね、ねできた時には、 あの土曜日出勤だとか日曜日出勤だとかね日曜日の晩から出ていかなあかんときにはねかなりねさみ、あのー、しいと思います子供たちとね離れるのがねかなり寂しいと思いますそういうことも、ね、考慮した方がよろしいです、はい、でや休みがどうなるかということも十分に考えられた方がよろしいかと思いますで3番目ですね仕事の内容ですね手摘み手下ろしが多いのか ね、あの、ガチャを占める仕事が多いのか、パルトモンが多いのか、フレコンが多い、フレコンの仕事が多いのか、で、ケースモンが多いのか、小袋が多いのかと、いった場合でもねあの、違うと思います。で、おそらくですね、運送会社というのは、うん、どっかの、どっかの会社からと、まあ、契約みたいな感じで仕事をもらうんですよね。で、なのでね、そんなにね、 今日、今日は小袋、明日はケース察門、明後日は建設、建設部材とか、ね、あの、水産だとか、なんかね、なんか雑貨だとか、そういう会社はね、あんましないと思います。あまりないと思います。でもごく稀にあるかもしれませんけれども、あの、あの、御社は、御社は、うん 御社の仕仕事事はどういうい主にやってますかと、これをね面接の時にねしっかりと聞くことですでで、ね、あ私の会社はあのこことこことあの契約を結んでいて例えばですよ例えばある化学工場の,の仕事そこの荷物ばっかり運びますと化学メーカーの仕事ばっかし運びますと 仕事をしていますと。で主に小袋,小袋がありますで。ほとんどがパレットです。でほとんどがフレコンですと。で、そういったこともね、あの分かると思います、はい。で、逆にですね、いや、うちはね、あの雑貨瓶が主なので、バラが多いです。で、積むのも遅いですと言われたらね、結構しんどいですよ。そういういとこはね 初心者さんには特に避けた方がいいです。そこらはね、絶対続きません。絶対ね、続きません。はい。よっぽど根性入れないと。続きませんわ。はい。そういったところでね、仕事の内容もね、しっかりリサーチして、で、面接の時にしっかり聞く。わからなかったら聞く。自分の不安に思ってることを聞く。で、いざね、面接の時にね、はね、ポーと頭が飛んでしまうんですよね。なのでね、あのー、 ほんとね、メモっておくことですよ。ね、あの、ちゃんとね、正面に、ね、あの、主にどういった仕事が多いですか、パレットもが多いですかと。で、私は、あの、以前の会社じゃバラ積みが多かったので、腰を、腰をやってしまって、バラばっかりでは、たまにはバラできますけれども、あの、ね、 バラが続くようだったら私ようやりませんのでとしっかり言うことです、ね。で、しっかり言って、で、ダメだったら向こうがお断りしますという電話が入りますので。はいで、その時もですね、バラが続いたら私もうようやりませんというのもね、はっきりと言っておくことです。で、うちはね、バラばっかりしようという会社もあります。そしたらね、 そんな会社はね、やめることです。絶対続きません。それはね、絶対続きません。はい。で、うん、あとはですね、そうですね、まあ長距離。で、まあ、あの、どこまで行くのかとは。どこから積んで、どこまで行く仕事が多いのかと。そういったこともね、聞いた方がいいです。はい。で、であとは、えー、っと、そうですね、うん。 あ、そうか総支給額マックス例えば総支給額マックスが40万あの、40万からあまああの、よくあるじゃないですか仕事の内容、えー、長距離だったら40万だとか長距離、中距離だったら30万だとか地場だったら20万とかであなたがねもし40万稼ぎたいと思って 給料40万からと、ね、40万とか書いてあったら40万稼ぐにはどういった仕事をすればいいんですかとそうしたらね向こうがあのー、あの関西方面関西方面を月8回行けば40万になれますよと関東方面月6回行けば40万円になれますよとかそういったことをね言ってくれると思います。 あとはですね、あの、高速道路をつけるのかどうか、で、430、休憩はしっかり取れるのかどうかとか、ね、そういったこともね、聞いた方がいいと思います。はい。で、で、それでですね、あの、本当ね、いろいろ質問するんですよ。で、質問してね、こいつなんか面倒くせえやつじゃな、こいつ入社させたらなんか、いや、話が違うと言ってすぐ辞めそうだな、と言ったようなね、 そういう会社だったらね、あなたを採用しません。採用しません。それでいいんですよ。それでいいんですよ。相手がね、相手が断ればいいんですよ。相手から断って、あっ、こりゃ、うちはバラばっかしだし、ねそんなお金もお金にもならないし、こいつに入っても続かんだろうなぁと思ってね、あなたをね、採用しません。それでいいんですよ、それで。 でもそれでもね、あなたがね、我慢してそこの会社に行くっていうんであれば、行くんであれば、それは、しっかりと根、これもまたね、根性が要りますよ。そこでしっかりと我慢するか、あ、やっぱりダメだったかな、と、いったことになります。なのでね、しっかりとその、リサーチ、リサーチすることと、しっかりとね、面接の時に質問すること。で、 何べんも言う,言うんですがあなたが、あなたの生活費いくらあったらやっていけるのかあなたが生活できるのかということをしっかりとねあのー、相手に伝えること、はい、でなおかつあのー、ね仕事の内容でパ,レパレットもんにはほとんうちはねほとんどパレットもんですよとかねで、まま 待って積むようなことはありませんよ。でもう行くときから帰りにが決まってますよとか。でね、私の、まあ私山内県なんですけれども、あのね、山内で山内から出て大阪で積んで九州へ下る荷物は全くありませんよ。ふるさと泊まりですよと。山内県から下が下れませんよと。ということは、また折り返し登る。 場合であったら、あのー、ね、近いところで詰める。で、近いところで詰めるということは早く出発できる。早く出発できるということは、休憩が多く取れる。寝る時間が多く取れるということです。なので、ね、そういう会社をね、リサーチしたこと、した方がいいです。でもね、これもね、難しいんですよね。そういういい会社というのはね、なかなか人がね、辞めません。人がね、辞めるわけがない。いい会社は。 でもね、リサーチすれば、それに近い会社はね、必ずあります。必ず見つけることができます。で、無理してね、無理してね、そのね、あの、変な会社に入らない方がいいですよ。はい、無理してね、変な会社に、ね、入ったらダメですよ。しっかりリサーチして、で、辞める前にですね、本当辞める前に、またリサーチしておくことですよ。 ね、もう、もう今の会社辞めたくて辞めたくて仕方、仕方がない。もう辞めてやると。でね、あのー、辞めてしまってまた次をね、ゆっくり探すんだ。まあ、あの、生活に余裕があればいいですよ。こんな2ヶ月も3ヶ月もね、仕事をしなくて遊んでおられるならゆっくり探せるかもしれないけれども、多くの人はそうじゃないと思います。なのでね、あのー、まあ辞める前に、 また、いいところをリサーチして見つけて辞めるのも手かなと思います。そうしたらですね、今いるあなたの会社をスパッと辞めることができますから。今日でも辞めることができるでしょ明日でも辞めることができるでしょなので、そういうことも大事かなと思っております。はい。これはまあ、あの、私がいろ,いろ経験したことではありますけれども、本当ね、 あなたが、あ何べんも言います。あなたがいくら給料が欲しいのか。で、その給料を稼ぐのには、ね、あの、どういったシミュレーション大阪、何回行けばいいのか。どういった仕事をすればいいのかと。そういったことです。あとね、人間関係。人間関係も多少あります。全然ね、先輩、先輩とかね、同僚だとか、同僚中から、まあ まあ入ったら、あの、50歳でも入ったらね、あの、先に入った20歳の方が先輩なんで、先輩なんで。でね、あまりね、あまりね、人と関わらないといえども、ツーマンで教えてもらうときにはやっぱり先輩ですよね。20歳だろうが先輩ですよね。なのでね、その辺、あなたが我慢できるかどうかですよ。ね。 でも、はっきり言ってんのは、50歳の、50歳の人が20歳の人に教えてもらうというのは、こっちの方がベテランじゃないですか。なのでね、いろいろ、いや、こやっち言っていること違うなというのもあるかもしれませんけれども、そこはね、グッと押さえて、先輩なんだから仕事をしっかりと習うと。謙虚な気持ちで習うと。で、もうね、自分がワンマンに、ワンマン、ワンマン運行できるまでは辛抱することですよ。 私もそうですよ。私も、あのー、入って、若い人いましたよ20。20代とかね、30代とか。教えてもらううちは、その人、先輩なんですから。ね、先輩なんですから。いくら年が下でもね、先輩なんですから。なのでね、あのー、しっかりと、あのー、やっぱりね、違うことを言いますし、いや、こいつなんかちょっと、ちょっとおかしいなと思っても、はいはいと。あ、そうだね、そうだねって、はいはいあ、そういうこともあるんだね、はいはいと。 言ったことで、はい、あ、まあ、まあ、ある程度は合わせてもいいんじゃないのかなと。で、あとね、こっち見てから、何。何言ってやがんだ、ね、よ、これ、陶片僕と。<laughs> 言ってもいいんですよ。なのでね、上、上手に付き合うこと。あとはね、ワンマン運行になってから。あなたが、しっかりと自分の、自分の思った仕事をね、すれば。いいんでやって。はい。そういうことです。以上。 以上です。まああなたのこれから転職するあなたの参考になればいいかなと思っております以上ですこの動画がお役に立ったという方はグッドボタンよろしくお願いしますいやこのやつ相変わらずハゲてるなぁこのおっさん入院して死ねばよかったのにと思う方はあのチャンネル登録をどうぞよろしくお願いしますそれでは次回の動画でお会いしましょう 聞こるでしょ近所の犬がね、やっかましくて、死ればいいのに。では。